収入イコール、はい、これ問題です。では高藤さん、はい、ここに入るものは何だと思いますか。収入イコール、はい、収入ですか。自分の収入ですね。じゃあ、はい、労働収入と、ね、収益ですね。収益、自分の収入を計算するときにどういう計算式を使った方がいいか。自分の収入ってコントロールできるんですよ、そもそも。自分の収入をコントロールできるとしたら何と何が必要かって、ね、足し算じゃない、掛け算。じゃあヒントをします。利益。利益と時間。時間。利益と時間かけたらサラリーマンですよ。そっか。そう、時間で働いてるわけですか。利益と、じゃあ何でしたっけ。西本です。え、西本です。西本さん、西本さん、わかりますか。いや、利益って出て分からなくなりました。分かんなくなりました。はい、ですね、客数ですね、客数。ああ、そうか、うん、まあ、単純ですよ、すごく。じゃあ、収入をね、100万円にしたいです。100万円にしたいとする。そしたら例えば、10万円の商品を10人に売るわけですよね。そう、単純にこの計算です。だから月100万円になりたかったら10万円の商品を10人に売ればいいだけですよね。だからそれはすごい簡単なことなんです。ただここでちょっと計算をしなければいけないんですけども、まあ、その前にパターンですね。例えばじゃあ1万円だったら100人ですよね。1000円だったら1000人。あ、1000人違う、はい、なるわけです。これ結構難しそうですよね。これいけそうですか。100人に売れますか、1万円のもの。月に1ヶ月いけそう。なんとか、あ、なんとかいいです。なんとかいいです。これはいけそうですか。10万円10人は、はい、あ、いけそう、はい、はい、で、まあこの上にね、100万円1人っていうのもあります。はい、なんか単純だから、それ50万円だったら2人ですよね。で、ビジネスって集客が一番大変なんですよ。この客数ってとか一番大変なんですね。だから僕は、ここ単価を上げてこっちを増やすのは僕はおすすめしてますね、基本的に。例えば、35万円だとしたら3人です。月3人です。100人とかね、10人とかって実際やってみると分かりますが結構大変です。だから3人だったらいけそうじゃないですか。まあ、単純にね、こっちを売る、この金額を売れるか売れないかは今は無視してですよ。自分の能力的に売れるか売れないかは無視ですよ。単純に3人を30万で売ったらね、100いきますから。そういう計算で、とかこれも全部ね、アフレートもそうです。全部100万円に行きたいんだったらアフレートで、例えば5000円の報酬のアフレート商品をじゃあ何人に売らなきゃいけないのかって計算するわけです。これ200人ですか。200人ですね。じゃあ200人売るならどうしたらいいのか。じゃあ成約率がいくらか、いくらかっていう話になります。これ数字の話なんでちょっとあれですけども、そもそも200人成約するってことはもっと多くなきゃいけないですよね。全員買うわけないから。で、アフィリエイトセンターとかさっきのよくありますけど、あの数値が出てるのもあります。これ何パーセント成約率って、このページがね、用意されてるじゃないですか。このページ紹介したら何人見たら何人買ってくれるっていうパーセンテージが出てる商品もあります。
だから例えばそれが、2% だとしますね。 2% だったとしたらこれ分かりますか、計算。200人4万、4万人か、4万人にリーチしたわけで、4万人にまず伝えることができなければいけないってことですね。だから例えば Facebook でもメルマガでも、メルマガ読者が4万人いればいいってことですよ。メルマガ読者4万人いて5000円の商品ようやく売って次100万なわけです。だからじゃあメルマガアフィリエイトやりたいですって言ったら、5000円の商品を4万人に配って200人に買ってもらわなきゃいけない。結構やばそうじゃないですか、これ。結構難しそうですよね。だからそれはできんのかな、できないのかなって自分で考えたりとかするわけですよね。だ全部これを計算して見込みがないとやっちゃいけないです、ビジネスは。とりあえずアフィリエイトやろうと思って、とりあえずメルマガ読者増やそうとかね、とりあえずなんかその Facebook 友達増やそうとかね、で意味ないです、これ計算できないなと。だってお金を稼げなきゃ意味ないわけですから、ビジネスってね。まあ最初の話でね、ビジネスとはって言ってね、お客様のためって言いましたから、まあその結局ね、その根本、お客様のためという根本での話ですけどね、これはもちろん。で例えばこのジャンルの話もね、ちょっとまだしなかったんであれですけど、この4万人がね、全員例えばメガネかけてる人だったとしますね。ありえないかもしれないですけど、全員メガネかけてる人だとします、4万人がね。そういう人たちにメガネのアフィリエイトをしたらめっちゃ売れそうじゃないですか。新商品のメガネをね、新しくメガネ出ました、画期的、世界初みたいな、それも売れると思います。でもそもそも視力が良くてメガネ全く必要ない人にメガネの商品を売ったって意味ないじゃないですか。そこでまた制約率って変わってくるんですよ、属性っていうんですけどね、このこれが結構大事で、だからひたすらにじゃあメルマガ4万人いたらいいのかっていうわけではないんですよ。だからそうでもないです。だからメルマガってめちゃくちゃ難しいんですよね、メルマガとかそっち系って。とりあえず集めればいいだけじゃないですよ。じゃあ Facebook で5000人集めてメルマガ登録してくださいって言って適当にね、バーってやって集まった4万人がいたとします。ただその人たちがどういう人たちなのか分かんないから、商品売ったとしても売れない可能性があるんですよ。なんか極端に言ったら選ぶ商品間違えたら1個も売れない可能性があります。だから難しいんですよね、メルマガって。これはメルマガじゃなくても同じですよ。 LINE も同じだし、 Facebook とか Twitter も同じです。興味ある人を集めていける。そう例えば僕の場合だったら企業とかね、ネットビジネスとか興味ある人集めなきゃ意味ないわけなんで、全く興味ないね、もうすでに起業家で成功してる人とか、興味はないくはないかもしれないですけど、まあね、もう別に俺自分のビジネスあるからいいよみたいな人たちを1万人集めようが2万人集めようが意味ないわけです。そう、だからその概念としてまず、僕今日ねメルマガアフィリエイトとかそういう話をしてますけども、まずまだね、その月50とか60とか100とか行ったことない人はまずアフィリエイトとかじゃなくてもいいから、もうリアルでね、そのリアルでもいいから行った方がいいかなと僕はすごい思ってます。リアルで人に商品をね、価値を提供してお金をいただくってことを体験しないとネット上でも難しいんですよ、結局。僕もそうだったから稼げなかったんですけど、結局そんなに慣れないと、その価値を提供してお金いただくってこと慣れないとネット上でもできないですよ、なかなか。そう、だからそのリアルでやることによって練習ができます。まあその商品売らなくてもいいですけどね、別に。だからそのカフェ会もそうですけど、まあ参加してね、なんか何でもいいですよ、カフェ会に参加してもらうってことでも、それもビジネスですから、そういうの慣れることがすごく大事。そうすると決まる決まらないとか分かってくるじゃないですか。この人は来る、この人は来ない、こういうタイプの人は来る、こういうタイプは来ないっていうのが分かってくるの、分かってくると、それが要はこの属性を集めるっていうことに入ってくるんですよね。だからカフェ会によく来る人リストっていうのが頭の中でできますね。
そうするとこの人たちはどんな職業だったかなって思い出すと、大体この、その大体の属性が分かってきますよね。そしたらこの属性が集まっているパーティーとかに行けばごっそり集客できるわけじゃないですか。そうそうそう、例えばサラリーマンのね OL だったら、 OL がやったら、ね、来るデータがあるんだったら OL がね集まるパーティーとかね一気に行って名刺配りまくればもうみんな来るわけですよね。確率が高い。ビジネスってそういう風に考えていくわけなんですよね。だからそれをまずリアルでやってからネットに行く方が僕はおすすめかなと思ってます。はい、ここまでで何か質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、いいですか？はい、あの今回アフィリエイトで吉島社長が考える、はい、まあ、初心者がこう一番入り口として、まあ、いいアフィリエイトっていうか、私は PPC かなと思うんですけど。ああ、なるほど、はいはい、どのようにお考えかなと思って。僕もね、アフィリエイトだったら PPC いいと思いますよ。 PPC か、あ、そうだな、ちょっと手間かかるけど、やっぱブログアフィリエイトですかね。ああ、ワードプレスとか、あれ、ワードプレス系は実際アフィリエイト講師とか出なくても知識身につくんで、すごいいいかなと思うんですね。なんか下手にコピーライティングとか学んで SNS を出てなんか何もなんなかったとはならないんで、うん、ワードプレス系はサーバーとかドメインとかやらなきゃいけないし、設置したりね、アクセス解析したりとか難しいけど、なんか知識がつく。あ、そっか、そのままPPC に持っていってもんね。そう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 、そう、その PPC もできるし、結局 PPC もね、あのサイト作んなきゃいけない、ちっちゃいやつ。 PPC はどっかでやったことあるんですか？今は、今はちょっとやってて、はい、あ、どっかで学んでるんですか？そう、そうです。あ、そうなんですか？はい、なるほど。あ、その物販のところで、ね、あ、サイドメニューみたいな。サイドメニューで教えてもらってるみたいな。あ、じゃあがっつりなんかコンサル入ってとか、そういうのじゃないですか？そうですね、今のところ。あ、なるほど、はい、分かりました。まあ、PPC アフィリエイトはでもかなり賢明な選択だと思います。ただそのマイナスがあるんでね。そうですね、まあ抑えれますけどね、リスクは。ただその結局報酬が2ヶ月後なんで、アフィリエイト報酬って、そう、今お話ししましたけど、アフィリエイト報酬って大体2ヶ月後くらいに支払われるんで、数字としてはサイトに表示されますけど、あの自分の口座に振り込まれるのは月末締めの翌々月払いって感じなんで、そのあ、ね、PBC アフィリエイトとかだとその月に広告費が全部出てくるんですけど、それを相殺するお金は2ヶ月後に入ってくるっていうね、結構切ない切ない仕組みなんですよ。だそこに耐えれるかなっていう部分ですよね。あとは、あとはその細かく作業するのが得意な人はかなり PBC はいいかなと。僕のパートナーでも PBC で100ちょい稼いでる人いますけど、月報酬で100、報酬で100、その人も今はもう、あの、なんだ、こう、もう管理するだけっていう感じで。ああ、そうですよ。そうそうそう、そこまで行くとね、すごい楽だと思いますけど、うん、まあでもその人も半年でやっとって感じって言ってましたね。うん、がっつり教えて、はい、半年でやっとコツがつかめるって言ってました。1年2年のスパンで見ないと結構厳しい。結果での時間かかりますね、PPC は。確かにその売れる商品の感覚をつかむまでが大変って言ってましたね。そんな感じです。他には質問とかございますか？大丈夫そうですか？じゃあ、あとはですね、一番最後、軽くお話しますけども、大丈夫ですか、まだ。多分。はい。あとはですね、最後、マインドセットのお話をします。
ちょくちょく僕もですね言ってますけど、結局マインドだみたいな話をしてますよね。そう、じゃあそのマインドを養うためにはどうしたらいいのか。まず一つ、付き合う人を変える、はい、次は住む環境を変える、次が時間の使い方を変えるですね。まあね、この中でぶっちゃけめちゃくちゃがっつり変わるのは住む環境を変えるですね。これはねよく言われてることかもしれませんけども、これはね本当にめちゃくちゃ変わります。すぐ住む環境を変える、変えるという。無理するってことですか？無理します。無理します。カツカツにすると。そうですね。あとはそのいいところに住む、セルフイメージを上げるってことです。例えば六本木に住むとか、あとは西麻布でもいいですし、まあ、港区に住むとかね、青山とかね。そうすると歩いてる人とかもう犬までも高い感じなの。わかります？これ多分ね、住まない、住んだりよく行ったりしてるとわかんないと思うんですけど、もうね全部高いみたいな感じに、高いオーラに包まれてるとセーフイメージわかります。犬まで高い。そう、犬まで高い。犬まで高いですよ、本当に。多分細いなんかこういうのね、歩いてるやつか、ディズニーとか出てきそうね、細いやつとかね。確かになんか野良猫とかも結構いい血統の野良猫とか。そうチワワとかもね、なんか真っ白なバターのなんかクリッとしたね、もともと標準で買ってる値段が違うんじゃないかっていうね、血統書付きのね、そういうのがあります。アナウンサーとかね、芸能人とかもいっぱいいるんで、普通に見かけるんで、そういう環境にいるとやっぱりセルフイメージが上がります。当たり前だってなると基準が上がりますよね。そうすると高額な値段を請求したりとかね、例えばそのコンサル料金とかだったり、そのあとはまあサービス料金だったりっていうのを、まあ、普通に高く請求するのは当たり前ってなるんですよね。そうすると自分の利益ももちろん上がりますし、自分の価値が高まります。そうするとその自分が生み出している商品サービスっていうのはもともと自分の価値が高いって思えることによって価値も高くなりますね、商品の価値も。そうすると高い値段が売れるんで、さっきみたいな方程式をね、この単価っていう部分ですね、35万だったら100万いくよみたいな、3人で100万いくよみたいな、これが当たり前に計算できるようになるっていうことです。で本当に35万で売れるし、別に全然価値あるよと思えれば本当に売れます。まあもちろん内容は最高のものにしてくださいね。変なもの売りつけたらダメですよ。自信満々でね。あとは最初にそのことをね、何人かに無料で教えて試してみたりとか、で成功したものを渡すとかね、お金を払って。僕も最初はそうですよ。1万円、5万円でコンサル売ってました。最初自信なかった。でそれで練習してどんどん10万円、20万円、30万円って上げてきました。だそれはこの住む環境を変えるっていうのも大きかったです。やっぱり地元に住んでたら確実に35万円は取れなかったと思います。そういう感じで、まあ、付き合う人を変えるっていうのはよく言いますよね。あとは付き合う人を変えるっていうのは、その起業家と常に一緒にいるとかね、あとは自分より稼いでる人とずっと一緒にいるとか、そういうことが非常に大事です。だから同じ仲間とずっと一緒にいるっていうのは一番やっちゃいけないことですね。常に自分より上の人と付き合っていかなければいけないし、常に、事業をね上に発展させていくために必要な人と会ったりしていかなければいけない。付き合う人を変える。僕がまだサラリーマンの頃はもうこれをひたすらやりましたね。やっぱりセミナー行ったり、ひたすらセミナー行ったり、なんかそのためにね仕事をしちゃった部分もあるんですけどね。いやセミナーとかやったら行きまくってると勧誘めちゃくちゃあるわけじゃないですか。勧誘というか大体ね、物を売るためにやってるものが多いんで、そうめちゃくちゃこうセールスされて、俺に近づきたいんだったら来いみたいなね、買えみたいになるわけです。それで決断するすぐ決断するやつは
成功者になれるって言われてはーいって言ってねそれやりました、うん、今となってはまあいい思い出でしたけどね、うん、まあなんだかんだ結果にはつながってると思う、まあ、直接ではないけど詐欺っていうかねあのそういう商品買ってね結果出なかったっていうのも全部実際自分のためになってます。だって30万円で買ったものがあるわけだからその中身知ってるわけじゃないです か, だからその中身と同じものも作れるんですよ一回買ってるから、ね、うん、まあそういう意味ではすごい良かったと思います。セミナーもセミナー中に高額商品買ったこともありますから今は別に僕セミナー中でも高額商品売ることもできますよね。体験して自分で買ったことあるから買った人の心理も分かるしだから無駄にはなりません。ただ遠回りしない方がいいですよね、もちろんそうだからなるべく近道をするようにしてください。でそのためには、教材とかよりも、なるべく対面に近いことものを選んだ方がいいです。これは断言できます、うん、だから商材を5個買うよりは対面を2個買った方が絶対いいと思います。まず極端な話ですけどね。あ、そんな感じで次はまあこれも言いましたね、さっき住む環境を変える。だから地方とかの人は僕よく言うんですけど早く東京に引っ越してくださいと。結果で出ようが出なかろうが住む場所をまず遠くにしてくださいと。できればその港とかね高いところに行ってくださいっていう話をします。あと時間の使い方を変える。これはまあ物の見方を変えるっていうイメージ意味もあるんですけどもそもそもまあテレビとかねまだ見てるのであれば、まあ、今すぐ捨ててくださいって感じなんですけどね、まあ、テレビを捨てる、あとは漫画とかね全部捨てる、いらない、まあなんか全部捨てることから始まるみたいなね、はい、僕も 今まで、僕もね20、違うな、バイト始めてから、まあラーメン辞めてから一回もテレビのアンテナ線繋いだことありません。一応あるけど一応ありますけどアンテナ線は繋いでません。たまに DVD 見るんで、映画はねたまに見るんで、テレビはありますけどアンテナ繋がってないんでチャンネルを回すことはできません。まあ、別に必要ない部分もあるんで、なんかその時間を使い方変える。全部ビジネス、全部ビジネス、頭全部ビジネスにする。そんなビジネスばっかりやって人生楽しいんですかみたいな思うかもしれないですけど楽しいですよね。フリーランスってフリーランスですか。いや、私はまだ働いてるんですか。はい、あ、そうなんですね。自分で本当独立すると本当楽しいですよ。楽しいっていうか全部ビジネスになっても全く問題ないぐらい楽しいし充実します。だって、ね、働いても働かなくてもねいい状況になりますから、明日休もうと思ったら休めるし、 そのためには最初頑張るといけないですよね。だ全部ビジネスビジネス毎日ビジネスとか考えてるのが慣れれば別にそれも苦じゃないし、実際ね苦じゃないし実際稼げるようになって独立して、まあ、会社作ったりとかね、まあ、こういうとみんなの前で喋ったりするようになれば全くもう楽しい、もはや楽しいしってところはすごいあるので、まあ、それぐらい最初は頑張ってほしいなと思います。で、お金も稼げるようになって、で、まあ、結局ね今日お話ししたことって結構アフィリエイトの経営なんですけれども、まあ、そもそもアフィリエイト系じゃなくても自己実現として独立して自由な生活をしたいっていうだけだったら別にアフィリエイトとかネットビジネスやんなくてもその大丈夫です。普通にコンサルタントとして独立して普通に、商品売ってだけでも別に全然自由ですからね。実際そう1日何件か月にね10件ぐらい人と会ってでセールスしてで利益得てで終わりみたいな感じですから、別にわざわざ難しくネットビジネスやんなくても実際は稼げますし100万200万ぐらいだったらね自由は手に入るんで、もう速攻でね会社辞めたいとか、学校でビジネスで生計立てっていうのであれば、いちいちネットビジネスやると遅れちゃうんで、やることが多いですからネットビジネスってね。だから普通に体で稼いで普通に独立しちゃってからネットビジネスやるのは僕はありだと思います。全然。うん、だからまあ集客はネットでねやって、僕も基本的にはパソコンで全部やってますけど、まあ電話とかメールとかの場合もありますけどね、その契約するときはね。じゃあまあネットで集客して、まあ、別にリアルでもセミナーでもネットだ完結でも収入源はあるから、
まあ、まあ、パソコン一つでっていう点では別に同じです、アフィリエイターとかと。そうだから、そこはなんていうんですかね、目標に近くなるようにするにはどうすればいいのかっていうふうに考えた上でネットビジネスを選択して、でそれがアフィリエイトなのであれば、アフィリエイトもさっき言いましたけど全体像をねちゃんと把握した中で選ぶ。そもそもね、僕もいろいろ聞いてますけどネットビジネスやる必要なくねっていう人結構多いんですよとりあえず会社辞めたいんですけどみたいなね、とりあえず自由を手に入れたいんですけどみたいな、いや別にネットビジネスじゃなくても自由になれるからみたいな今ねパソコンで、今パソコンで接続すればね大体できますから実際ネットね、その小売業だってね店舗構えてるだけで全部商品ネットで売ってるお店もありますし、そうそう、まあ、そんな感じですね。何か質問最後にありますか？もう終わりですけど。はい、大丈夫ですね。はい、それでは今回アフィリエイトメルマガセミナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。